はいどうも、ロゴーチャンネルのロゴーです。今回は11月24日シリーズよりデラックスメガウルオーダーの方を見ていきたいと思います。こちらの方いろいろセットで2750円で買ってきたんですけど、実際のところネット相場ではだいたいセットで2100から2500円なので、そう考えると安いかなって思います。まあ、ちなみにこの相場の内訳は、このネクロムのね、アイコン自体が結構欠品しやすいので、これだけで1200から1800するんですよ。で、それに対してこの本体ね、これリアル店舗でも結構見かけますが、だいたい600円から900円ぐらいで売られてるので、確かにそれ合わせるとその値段になるのかなって思います。であと欠品なんですけど、これ本当はベルトがここに2本ついてるんですけど、今回はそれがありませんでした。あのベルト一応モールドとかしっかりしてるので、まああったら飾れたんですけど、まあ今回価格面とかね、自分がつけるわけじゃないので、まあいいかなって思います。でお次本体状態なんですけど、こう回してみてもわかるんですけど、シルバー塗装のハゲがほとんどないんですよね。やっぱりこういった商品ってむき出しになってたりするので傷が多かったりするとは思うんですけど、どこをどう見てもそれが見受けられないのはすごくいいですね。でやっぱりこういったところに破損とか見られたりする時もあるんですけど、今回もそれもありません。なので状態としては備品と言っても過言じゃないですね。でお次このネクロムアイコンの方も見ていくんですけど、これもね先ほどの本体と同じようにめちゃくちゃ状態いいですね。こういったところの塗装の剥がれも全然見受けられませんし、上の部分のシールも結構傷入りやすいんですが、それもないですね。でさらにこのね一番正面の部分なんですけど、やっぱりゴーストアイコンってここの目玉の部分に傷入るとすごく見た目悪くなるんですけど、これ反射させてもそこまで擦れ傷もないので、すごくこれ自体も備品だと思います。で、ここから動作確認していきたいんですけど、このネクロムゴーストアイコン、形が独特なだけでね、別にサウンド以外のギミックはありません。もうここまでね、その闘魂ブーストとか、スペクターとか光るやつが出てる中で、それが仕込まれてないっていうのはちょっと残念な気がしますね。で、ちなみにこれ本体の音声も3種類しかないので、それを聞いていきましょう。という3種類しかなりません。別に長押ししたからなんかなるとかそういうことはないので、もう純粋にこれだけなんですよね。でこちらのメガウルオーダー本体は結構遊ぶ場所が多くてですね、ここにスイッチがあって、さらに上にもスイッチがあるっていうのと、あと変身遊びを再現するために軸が仕込まれているので、ここをこう起こしてあげることができます。で起こした後はこういう風にもカチッってなるんですけど、ロックがされるので、ちょっと振ったぐらいでは何ともなりません。しっかりと触ってあげるとこうなるんですけど、回転自体はすごくスムーズで気持ちいいですね。では最後はネクロムゴーストアイコンとメガウルオーダー連動させていきたいと思います。電源の方はここの部分を押し上げるとオンになります。はいっていう感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。このメガウルオーダーね、そのゴーストドライバーとかサングラスラッシャーバリに、このアイコン目玉っていうのをしっかりと使ったアイテムになってます。でこれ多分なんとなくね、メガウルオーダーとさっきの変身の掛け声の天眼っていう音でわかると思うんですけど、目薬を刺すっていう動作をこの変身アイテムに詰め込んでるんですよ。ただそれだけじゃなくて、液体を使えないところをこの LED の発光の仕方のパターンと音声によって液体っぽいものがこう流れてるイメージで作ってるっていうのはマジでクオリティが高いと思うので、まあ、そういったところを知った上でぜひこのアイテムを手に入れてほしいところですね。でこのレビューしてる時に思い出したんですけど、実は以前ね半年ぐらい前に買ったバックアード箱の中に、このデラックス版の三蔵とグリムっていうね、このメガウルオーダーを最大限に楽しむためのアイコンが入ってましたので、次回はこちらを使って連動させていきたいと思いますので、よかったら合わせてご覧になってみてください。はいっていう感じで今回の動画は以上で終わりたいと思います。もし動画の方気に入っていただけましたらば、チャンネル登録高評価で応援の方よろしくお願いいたします。最新情報は Twitter でつぶやいてますので、よかったら下の説明欄にリンク貼ってあります。よかったらそちらからお越しください。それではここまでご視聴の方ありがとうございました。